本当に伝えたいのは違う言葉だった。本当に感じたいのは違う心だった。すれ違いが溝を生み、ためらいの気持ちが人を恐怖へと沈ませる。もう誰も止められない。冷たい感情がむき出しの心を深く残酷にえぐってゆく。綿流し、なぜあの時とつぶやく後悔の言葉。それはもはや虚しい響きだった。